イギリス、グラスゴー大学の研究グループが赤外線サーモグラフィーカメラを使い、キーボードを打った時の指の熱をもとにパスワードを推測する方法を開発。機械学習を活用したシステムによって、6文字のキー入力では正解率が 100% を達成したと論文で発表しました。そんなスパイ映画のような手法が実現するのでしょうか。セキュリティのスペシャリストと検証してみることに。IT ジャーナリストの三上洋です。今日はレポーターとして外に出てまいりました。面白い論文が出ております。指の熱でそこからパスワードが推測できるという研究論文が出てるんです。本当なのか実験してみたいと思います。やってきたのは赤外線サーモグラフィーカメラのトップメーカー、日本アビオニクス。防衛システムを軸に3つの事業を展開しております。私が所属しているセンシングソリューション事業は、赤外線サーモグラフィーを軸に新型コロナウイルス感染対策のスクリーニングや災害の未然防止などでのソリューションを提供している会社になります。インフラ設備の点検や工業製品の検査など、私たちの知らないところで幅広く活用されている赤外線サーモグラフィーカメラ。コロナ禍では瞬時に人の体温をチェックするスクリーニングでも活用されました。そんな技術を今回特別に使わせていただき、パスワード推測の実験を行ってみました。じゃあニュース01って今日は打ってみます、はい、NEWS。 まずは人差し指でゆっくりと入力。すると、これはもうそちらで見えたりするんですか。そうですね、今、はい、最後の映像を残しておりますので、ちょっと見せてください。ちょっと見ていただいて、はい、やば全部キーボード残ってる跡が、本当だ。ここのでも温度差もなんか色も違いますね。一番最後に押したのが温度が、本当だ、01だ、1最後に押してる。そうですね、色が濃い出てるので。指からキーボードへと伝わった熱が時間とともに下がるため、最初に入力した文字は薄く、後になるにつれ色が濃く残ります。今回入力したニュース01では N が薄く、1が濃くなっていて、入力した順番もある程度分かるほどの変化が確認できました。続いては遠藤さんが打った文字を三上さんが推測するというクイズをしてみました。はっきりしてるのはこの E っていうのは使ってますよね。それから A っていうのも使ってるし、 S 使ってるし、その後が F、 E が一番濃いので4文字のうちの最後がまあいいだろうなと。三上さんが導き出した答えは、これはこうだ、 SAFE セーフ。はい、セーフって打ちました。やった、はい、おめでとうございます。当たった。やはり片手でゆっくり入力すると熱がしっかりと伝わってしまうようです。では両手でいつも通りの速さで入力してみるとどうでしょうか。ではこれが取れたでしょうか。あ、出るわ全然出てますね。あのキーボードの変な片側を打ってるっていう俺の癖まで出てしまっていますね想像以上にキーボードには熱が残るということを体感した三上さん。時間が少し経てば温度は元に戻るため、気をつけるべきは入力直後だと分析します。よくあるのが、朝会社に着きました、ログインしたぜ、さあちょっとコーヒー取りに行こうみたいな、そういうのはまずいです。
あともう一つはパスワードはできるだけ長くすることです。できれば16桁ぐらい長くした上で、例えばそこに大文字小文字を入れる、シフトを入れることでシフトと文字列の組み合わせで、さらに組み合わせ数は大きくなります。実際に文字数を増やしシフトを組み合わせると推測するのはかなり困難に。そしてサーモグラフィーのプロ遠藤さんが考える対策はもっと単純なものでした。例えば意図的にちょっと熱を終わった後にキーボード側に当ててしまってもう全くわからないようにしてしまうとか、なるほど、かなり違ったようなあれ観点ですけど、ちょっとわざとキーボードをダラダラとこう触る、打ち終わった後に熱を意図的に変な風な熱を伝えてしまえばサーモから見るとわからなくなる。なるほど、はい、それはいいかもしれないですね、逆にみんな熱くしちゃ う、そうですパソコン操作だけでなく ATM、スマートフォンの暗証番号などさまざまな場面で指による入力が必要な今、カメラの小型化、技術の進歩によって指の熱から情報が盗まれてしまうという時代が来てしまうのかもしれません。一般的なサイバー攻撃で怖いっていう話じゃないんですよ。ショルダーハッキングとか身近な人とか、企業の内部の内部不正とか、そういった身近な人がやる犯行の手立てとして使われてしまう可能性があると。だから起きたとしたら深刻なものになりがちという話です。一般の方がみんなやられる可能性がありますから注意をしましょうというよりも企業とか学術機関とかそういうところが警戒すべき話だと思います。驚きましたね。ぜひ皆さんにも気をつけていただきたいということで改めてお伝えしていきます。キーボードに残った熱でパスワードを盗めるということで、パスワード入力後20秒以内にサーモカメラで撮影した画像の場合の的中率です。6文字だと 100%、 ちなみに1分後でも 83% でした。そして8文字の時には 93%、 16文字だと 67% だったということです。この的中率を見るとなかなか怖いなと思いますが、そこでパスワードの盗難を防ぐ方法もお聞きしています。まずはパスワードを長くすることです。大文字小文字を組み合わせる、これはシフトキーを押すことが増えるので推測が難しくなるそうです。さらにわざと他のキーボードにも触れるなど、パスワードの設定の基本とちょっとしたテクニックということでしたが、竹中さん VTR まずはどう見ましたか？いや、なんかもう次から次へとよく考えるなっていうふうに、単純に怖いなっていうのと、でも結構私の周りでも友達が付き合っている人に知らない間にパスワード盗み見されていて、でなんかその LINE の内容だったりとか画像を抜かれていたみたいな話はなんかそんなに珍しくなく聞くことがあるので、本当に身近なことだなと思いますね。いや、そうなんですね。おそらくこれも、身近な人じゃないかとおっしゃってましたもんね、確かにこう近しい関係性だとパスワードとかって結構こうその人の前で打っちゃったりとかしてて簡単に見れちゃいますよねっていうこともあるんですよね。非常に気をつけなければいけないな、単純ゆえに怖いなとも思いましたよ ね。確かにこのパスワードとかって本当簡単だと推測できちゃったり覚えられちゃったりするので危ないなという気もしますが、竹中さんご自身セキュリティ面気をつけていることありますか？長くするとか複雑にするぐらいはしてるんですけど、でもパスワードってものによっては、例えばその4桁の暗証番号とかそういう桁数がもう限られているものとかもあるじゃないですか。それに関しては限りがあるよなと思って、どうしたらいいのかなというのは思いますね。本当に背後に気をつけるですとか、そうですよね。あと私の場合は子どもの頃住んでいたマンションってこう暗証番号のそれこそ4桁くらいの暗証番号をこう打って、定期的にその番号が変わって対策みたいな感じだったんですけど、10年くらい前からですかね、一人暮らしするマンションではもう住民でも暗証番号は教えてもらえなくて、オートロックので、鍵で開けてくださいって言って、やっぱりどうしても住民以外の人に暗証番号っていう番号が決まっていると漏れてしまうっていう可能性が絶対にあるので、そういうふうに変わってきている
なとは思います。なんかこういうこともあるんだっていうことを知っておくと、まあ、対策背後に気をつけようですとかパスワード長くしようっていう、こう対策ができるので知っておいた方がいいかもしれないですね。そうですね、とにかく知るっていうことはすごく大切だと思います、うんうん、他に研修とかもされているというお話を伺いましたが。あ、そうなんです。アイドル業界では、まあ、もちろん今はまだ一部の話なんですけど、そういうデビュー前にネットのとかそういうセキュリティの対策の研修を行うところも少なからず出てきてはいて、こういうふうにか簡単な例えば誕生日とイニシャルを組み合わせた簡単なパスワードにしていませんかとか、裏垢は漏れて困るような裏垢は持っていませんかみたいな研修をしているところもあるので広まるといいなと思います。確かにアイドルに限らずですけれども、推測しやすい SNS のパスワードとか、うん、非常に気をつけた方がいいです ね、 そうですね。みんなが本当にアイドルになったつもりで、うん、それくらい気をつけた方がいいかなと思います。確かにこれを見ると近しい人、内部の人だとおっしゃってましたからね、うん、パスワードを知られてる遠い人にハッキングされるみたいなイメージですけれども、うん、そう確かに意外とそう見てるんですよね、周りの人は、はい、複雑な文字にするなどパスワードの管理設定をお気をつけいただくとともに、他人のユーザー ID パスワードを無断使用するのは不正アクセス禁止等に関する法律にて禁止されていますので、ぜひやめていただきたいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。アベマヒルズキャスターの柴田彩です。これを機にチャンネル登録もお願いします。